こんにちは、今日は2017年3月17日の金曜日です。昨日のね、3月16日からなんと、YouTube のチャンネル登録者数1000人以上のチャンネルで、この、モバイルでのライブ配信ができるようになりました。ということで今日はね、いつも来るこの公園でね、早速、ライブ配信をやってみたいと思います。 YouTube アプリを起動します。はい、でアカウントに行って、はい、この右側の、ビデオマークをタップします。はい、画面変わりました。録画ライブ配信、このライブ配信をタップします。はい、タイトルこれ適当に入れましょうか。テスト、はい、そして公開で OK ですね。はい、上の方に、これ、設定のボタンがあります。はい、これ OK ですね。あとカメラの向き、これ、ここでね、切り替えることができます。はい、次へに行きます。はい、サムネイル用の写真撮ります。はい、撮りました。これ、回転させると横向きでストリーミングできます。これ横向きでストリーミング、あ、これでできるんですね。はい、でこれで、ライブ配信を開始、タップします。はい、接続不良ですって書いてますね。ちょっと通信が安定しないのでしょうか。はい、いつも来る公園で、撮影してます。今日はね、とても、良いお天気です。こんな感じですね。公園のど真ん中に座って撮影してます。接続が不安定ですって言ってますね。はい、こんな感じで、ライブができます。はい、一旦終了したいと思います。はい、これで、停止します。 OK。 はい、終了ですね。これ完了、タップします。はい、しばらくの間、処理の、完了まで待ちましょうか。はい、再生できます。この動画を再生する準備ができましたとありますんで、タップします。はい、先ほどの、ライブ配信のアーカイブ残っているんですが、ちょっと音が出てませんね。音声が出ていないので、また後ほどね、音声チェックを行ってみたいと思います。まあ、とりあえず、ライブ配信というか、動画配信はできてますということでね、また詳しい設定なんかをね、確認してみたいと思います。はい、ということでね、今日はね、チャンネル登録者数1000人以上のチャンネルで、利用ができる、モバイルでのライブ配信についてお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。